まあ、岡山加入して、まあ、すぐここがなってしまったんですけど、加入当初の開幕、ホーム開幕戦前には、全然強かったですし、サポーターっていうのは熱いです。それでしか勝てなかったので。仲良かったのは、川野選手が負けたくないですし、僕は強くしないと、成長していくぐらい、見せればいいかなと思います。琉球戦で初めてホームに立たせてもらったんですけど、その時のスロープでは拍手で迎えてくれて、すごく成長させてくれたチームなので、皆さんには本当に感謝してますし。選手が、自分たちが本当に一致団結しないと勝っていけないっていうのを一人一人が自覚してますし、真面目で、確かに楽しいな姿勢っていうのが僕はすごく大事です。まあ、まずは本当に、僕はセットプレーの時は考えて、セットプレーを与えないようにしなきゃいけない。うちのセットプレーは硬いなので、ここで失点しないように耐えればいいのか。どっちかというと僕、岡山のいいところは、何か特別な選手がいない方が強いと思ってるので、誰か選手を挙げるよりは、まあ、チーム全体のパワーっていうのが、すごくあるチームだと思ってるので、どのくらいのテンションで入ってくるのかっていうのは、しっかり把握したいなと思って。岡山で、そうですね、2年間で、僕自身も、より大切な時期でした。その2年間を終えてたら今があると思いますし、まあ、僕自身の現状を表現できればいいかなと思ってますし、まあ、あの雰囲気で試合をできるというよりまで、今から楽しみにしてます。僕のサッカー、プロサッカー選手として、かなり成長させてくれたチームが、初めての岡山だと思ってます。また、素晴らしいスタジアム、あの雰囲気をまた、相手チームがありますけど、足を踏み入れることができるって、楽しみにし、会うことを楽しみにします。